積み重ねられた土壌土納麻布製とポリエチレン製の土壌が併用されている例土壌は、補填の中に土砂を詰めて用いる土木資材のこと。水害時の応急対策や土木工事全般に用いられるほか、爆発物の処理、銃弾や砲弾破片を防ぐ遮蔽物などにも用いられる。砂を詰める場合には、砂納とも言う。に土砂を詰め袋を縛り積み上げることで、 水や土砂の移動を妨げることができる。かつては稲荒で作られたカマスや麻袋が一般的であったが、現在ではポリエチレン製の布製が主流である。大きさは人間が運びやすい大きさである500ミリメートル、800ミリメートル前後の大きさが主流であるが、油圧ショベルによる作成、運搬を前提とした大型の土納も存在する。中詰めの土砂は、 災害対策用に用いる場合には、土の同様、所要量をあらかじめストックしておく必要がある。近年では、中詰め作業を省力化する専用の土の製造機が開発されている。中詰めの土砂を必要としない土のも開発されている。こちらは、高級水性ポリマーを内容物としており、水をかけることによって土のとして機能するようになっているため軽く、 持ち運びが容易である。また、使用後に乾燥させれば、再び軽い状態に戻り、繰り返し使用できるといった特性を持っている。財団法人日本消防設備安全センターにて、消防防災活動用式材として、認定の土納袋、土納レンジャーがある。吸水により膨張し、吸水前の4キログラムから吸水後2 1ラム程度になる。 ヒノキの間伐材、澱粉を、主材料とし、比重が水より重く、水に沈み、早く、コンパクトで、女性や、高齢者にも扱いやすく、使用後は、内容物の炭と消臭土壌培養菌の活性化で、肥料効果を促すため、環境循環型である。訓練において、機関重視を防護するための土のを積むアメリカ海軍、兵士どこにでもある土で対断性のある壁を、 構築できる土のは、軍隊における、陣地設営で広く利用される。スコップと土ので陣地を作る技能は、兵士が収めるべき基本的なものとされ、壁上の障害物のみならず、残壕の側面を強化する土留めに用いたりもする。自衛隊の施設化は、自動的に土のに土を詰める装置を運用している。アメリカで開発されたヘスコ防壁は、 金網に小石を詰めた蛇籠と土納の中間的な構造で筒状の金網の内側に布袋が貼られている。開口部を上に向けたヘスコ防壁はホイールローダー等の重機で素早く大量の土砂を投入できるため短時間で大規模な野戦築城が可能なほか土納同様に洪水対策の土手としても利用できる。緑化の土木資材として 生分解性プラスチックなどで編んだ土の上に芝生の種子や肥料を組み合わせた植生土のが存在する。適度な浸透性と排水性を兼ね備えており、土留めや露肩の保護、水路の築造資材として用いられている。のり面緑化製品。ありがとうございます。